第2話、ユキエの初デート。着いたよ、京志郎くん。国連宇宙軍の特務機関、アークス本部です。諸君らもご苦労。そうですよ、言ってませんでしたっけ。そうでしたか。あ、でも京志郎君は今まで通りユキエちゃんって呼んでくれて構わないですからね。まずは司令にご挨拶しに行きましょう。ユキエ、入ります。ただいま戻りました、領都司令。はっ、私が選出したアレキサンダーのパイロットであります。京志郎くんの階級は少尉ということになります。一般訓練校の出身ですが、アレキサンダーの操縦という重要かつ特殊な任務に就くのですし、郷里少佐の直属となるわけでもありますから、妥当かと。ダメです。何か問題でも？ユキエちゃん。はい、京志郎くんの階級は少佐にしてください。ユキエちゃん、さすがにそれは。なんでですか、静葉さん。ユキエちゃん、あなたの階級も少佐なんですよ。部下と指揮官が同じ階級ではいろいろと不都合が。京志郎くんは部下じゃないです。アレキサンダーのパイロットとして私と対等な立場にいます。でも。お願いします、静葉さん、領都司令。どうしてもダメだというのなら、私を京志郎くんと同じ階級まで降格してください。あのね、ユキエちゃん。え？司令、よろしいんですか？ありがとう、領都さん。命令が必要な時は私がやりますから。はい、出雲京志郎を少佐として登録しました。よろしくね、出雲少佐。これが辞令と、あなたの身分証明書、それから基地の規則。よろしくね、よろしく。何を驚いているんですか、京志郎くん。そりゃそうですよ、元が同じですから。ブー、はずれー。
私たちはクローン隊です。ほら、改めてオペレーターを務めます、シグレシズハです。よろしく。よろしければ私たちの一人がアークス内をご案内しますが。ストーップ！シズハさんの手を煩わせるまでもありません。私が京四郎君を案内しますから。ユキエちゃんが？それは心配です。どういう意味です？ユキエちゃんがまた余計なことをして、それに出雲少佐が巻き込まれないか。今日来たばかりなのに怪我でもさせてしまっては大変ですよ。そんなことしません。案内ぐらいちゃんとできます。でも、何ですか、京四郎くんまで。まるで私が必ず失敗するみたいじゃないですか。もういいです、失礼します。頑張ってくださいね。ついてこないでください。そんなの、シズハさんたちにお願いすればいいじゃないですか。ふんだ、ふんだ。何ですか、デレデレと鼻の下伸ばしちゃって。いいえ、伸ばしてました。その証拠に、京四郎くん、一方的にシズハさんの味方してたじゃないですか。だったら、8割失敗する私となんか、一緒にいない方がいいんでしょうって。私先に行きますから、京四郎くんも好きにすればいいんです。持っておいてくださいよ。どうせ言ってるそばからまた失敗してるって呆れてるでしょ。とにかく私を置いてさっさと行ってくださいよ。なんでです？そこまで言われては仕方ないですね。確かに私も大人げなかったかもしれません。なんといっても私は京四郎くんより先人なんですからね。いいですよ、まずは京四郎くんの部屋にその邪魔な荷物を置きに行きましょう。ところで京四郎くん、私が転んだ時パンツ見ましたね。嘘つくの下手ですね。今日からここが京四郎くんの部屋になります。自由に使ってください。はい、これカードキー。ちなみにあそこの扉が私の部屋です。何か用事があれば遠慮なく訪ねてきてください。あ、でも着替えの最中に勝手に入り込んだりしたらダメですよ。ああ、とりあえず京四郎くんの部屋はそのままキープしてもらってます。今頃専門の業者が京四郎くんの荷物をひとまとめにしてこちらに運んでいるはずです。
くはずなんで、それまでは我慢してください。この部屋自体に必要最低限の家具と家電が備え付けられてますから、不自由はないはずです。それじゃあ書類を置いたらアークス見学ツアーに出発ですよ。ここがコンピュータールームです。アークスの頭脳とも言える場所です。ここのコンピューターが館内の空調から半年後の戦況予測まで計算調整してるんです。だから勝手にいじくったりしちゃダメですよ。みんなが迷惑しますから。よろしい。では次に、利用したりしません。ちゃんと傷薬の買った版も SP に持参させてます。もうドクター、からかうのもいい加減にしてくださいよ。京四郎くんは真面目な人なんですから。
ドクターの軽口でも本気にしちゃいますよ。ドクター、私と一緒にいるんだからストレスなんか感じるはずないじゃないですかね、京四郎くん。ほら皆さん、私の勝ちですね。さあ、次の場所に行きましょう。それじゃあドクター、また。ここがトレーニングルームです。以上、おしまい。何ですか？文句でもあるんですか？だって私、ここ嫌いなんですもん。機器の記録にも私の名前がワーストレコードで載っているから。アークスには私たちと同い年の人も結構いるんです。さ、もうこんな縁起の悪い場所からは離れましょう。ここがアレキサンダーの格納庫です。そうですよ、今から乗り込んでみます。勝手に動かしたらまずいですけど、コックピットに乗り込むだけならケンシロウ君も正式にパイロットになったことですし、いろいろと知っておいた方がいいですからね。この間はゆっくり説明している暇がなかったですからね。もう知っているとは思いますけど、こちらのレバーとペダルが動作制御、基本的には軍の基本フォーマットに合わせてありますから、そんなに戸惑うことはなかったでしょ。周囲の状況は私たちを囲んでいるメインディスプレイと4つのサブディスプレイに表示されます。視覚的な分かりやすさを考慮したインターフェースですから、誰でもすぐに表示内容は飲み込めます。5つ分の視覚情報を統合するのが大変でしょうけど、最初は私がフォローしますから。おいおい、京四郎くん一人でもできるようになりますよ。要は慣れです。あれ、ああ、空間跳躍ですか。あれはそう簡単にできるものじゃないんですよ。理論的には量子マトリクス回路を形成して、その内部を移動することで空間を跳躍するんですけどね。事前に通常空間への出現座標を綿密に計算しておかないと大変なことになっちゃうんですよ。ええ、ですから戦闘中に緊急回避として使用するとかはちょっと難しいですね。で、こっちが火器管制です。アレキサンダーの全身に装備されたレーザー、ミサイル、それと条件が整うと出せる
強力な武器がいろいろあります。まずボルトロンプレッシャー、ここを押すと反物質エンジンによるエネルギー供給で磁場を生成して両手を射出します。目標に接触すると手の甲に取り付けられた電磁ボルトで相手の内部に入り込み爆裂します。当然ながらそれぞれの腕につき一発ずつしか放てませんから注意してくださいね。それからガイアブラスト、こちらの操作を行うとアレキサンダーの装甲が開き炉心が露出します。そこから高出力の直接エネルギー波をぶつけて目標を焼き尽くします。ただし照射の間動力源がむき出しになるわけですからそれなりのリスクは生じます。何してるんですか京四郎くん、勝手に触ろうとしちゃダメでしょ。このスイッチはダメ、何があろうと押しちゃいけないの。本当ですか、私が手を離した瞬間やっぱ嘘とか言ってスイッチ押しません。わかりました、京四郎くんのその言葉信じますからね。さてそれじゃあそろそろ次の場所に。あれ、京四郎くんひどい、私そこまでドジじゃありませんよ。ほらここに量子マトリックス回路を形成中って表示されているでしょ。単に空間跳躍機能の緊急起動ボタンを押しちゃっただけです。あ、そうでした。清志郎くん急いで跳躍を取り消してください。緊急起動だから優先順位が通常プロセスの枠外にあるんだ。こういう時はどうすれば。口で言ってもわからないものは力ずくでその性根から叩き直すべし。これだ。止まってくれたみたいですね。動作制御用コンピューターにつながっている電源ケーブルを全部引っこ抜きました。そうですね、電源が通ってないからコックピットのハッチも開閉できませんし、アレキサンダーはオンリーワンで作られた兵器だから、普通ならありそうな副電源とかも気候によってついてなかったりするんです。とりあえず、誰かが助けに来てくれるのを待ちましょう。軍人たるもの、いざという時は自分で自分の身を守れなければいけませんからね。
ここでは拳銃から機関銃、小銃まで使った実弾射撃訓練が可能なんですよ。標的の動作はコンピューター制御されていて、自分の行いたい射撃練習に合わせてこちらのコンソールからパターンの切り替えが可能です。何がです？嫌ですね。私がそんなことするわけないじゃないですか。それじゃあ先輩として私が射撃のお手本を。わあ、なんですか京志郎くん、話してください。嫌です。いいから話してください。大きな声あげますよ。京志郎くんの手が私の胸に当たってました。嘘ですよーだ。こうでも言わなきゃ京志郎くん話してくれそうにないんですもん。さあ見ててくださいね。これが私の実力ですよ。今京志郎くん何か失礼なこと言いませんでしたか？やだ、そんな褒めすぎです。これぐらい軍人としては当然のたしなみです。それじゃあ今度は京志郎くんがやってみましょう。大丈夫ですよ、私が手取り足取り教えてあげますから。なかなか筋が良かったですよ京志郎くん。あっちはあっちでそれなりのコツがありますから。本物の射撃の感想はどうでしたか？そうですね、あと京志郎くんにも知っておいてほしい場所というとシャワールームとトイレぐらいですが。